芸人はこれすごいこと起こったよ。すごいこと起こった。まさかのまさかのでかい粘る狙いで来たの。うわどうやって撮るこれ。ちょっと待って、そこで待ってもらって。あ長靴もでもないしな。よし、でっかいでかいでかいし綺麗。アドレス77でまさかのまさかのちょっとメバル様子見てみようってね、うん、どうやって撮るかな。ちょっと撮ってよ。まあ撮れるでしょこれは。もう、うん、もう一発何か。波が高い、波が高い。よし、おー取れた、取ったやったー。なんと発売直前に、発売直後です。サナナナイズ、あー冷たい。とりあえずそっち行く。冷たい、うん、一回上登りましょう。あ、冷たい。あ、もうでかー、でかい、でかー、アドレス、でかー、77です。よく取れたね。ね、奇跡やったね。おー言ってたもんね、こうマダイも来ますっつって、うん、こんなでかいんはあんまりおらん。やったね。五条バス、五条がないか、ギリあるかないか、ね、ってますね。しかし綺麗なマダイ、綺麗、めっちゃ綺麗。うわヒメピンのこの状態。うわマダイ、うわ、ちょっと写真も撮りましょうか。写真撮ってください。もう帰ってもいいんじゃないですか、清水さん。うわこれ2頭目ぐらいだったね。やった、まさかのまさかのマダイ。なんかもそってきたって思ったら、フライヤーも、フライヤーというかボガも何も持ってないからね。ね、まさかのですよ。こんなに噛まれたら地獄やから。やった やった、うん、事件アゾレス一発目やったよ、販売間近の。アブのあれですよ、なんだっけ、メバメバート、メバート何グラムですか。1のワームは、ワームがリレンジっていうワーム。どういう系ですか。ちょっと待って、あ、出てきた出てきた。おお、こういう系の、うん、オキアミっぽいですね。そう、ちょっとこれね、フライヤーでいいとこかかってますね。いいとこかかってる、もう手が震えた、うん、いや最高ですよこれは。うん、ほら、メバートにリレンジ。なるほど、誘い方はどんな感じで来ました。ボトムワインド。おお、ワインドです。まあワインド系のジグヘッドでね、はい、うん、こいつです。なるほど、